はい、皆さんこんにちは、高橋久典です。今回も清水さんに来てもらいました。いや、清水さんお願いします。リモートでんでやりづらいとこありますけど、いつもとちょっと違う感じでね、話があんまりこう盛り上がらなかった時もあるんで、ちょっとね、それはお前の腕の問題じゃないのかよ。先輩なんだから清水さんが盛り上げないといけないんだよ。今回の企画なんですけれども、まあ、巨人を知り尽くす、久典さんと清水さんに2人が思うジャイアンツ歴代最強オーダーをお互い考えて発表していただければと思っております。すごいしかないもんだって、うん、あと、ま、センター誰いるのっていう感じ。俺ちょっとタビローズかな。俺クロマティかと思ったけどね。あ、クロマティだ。あ、クロマティだ。それはお前後出しだろ。いやでももうこれほぼ決まっちゃうんじゃないかな。そうだね。大体なんかこうね、頭に浮かんでくる人ってもうね、すごい成績出してる人だったりっていうのがあるんで、だからピッチャーがちょっと割れるんじゃない。あ、そうかもね。そうだね。ちなみにこうちょっとより楽しめるようにドラフト形式にしたいと思っておりまして、ルールなんですけども、まあ捕手、内野手、外野手、投手とポジションごとで互いに選手を発表していただいて、もし選んだ選手が被った場合はじゃんけんで勝った方が獲得するということで取れるわけですね。そうしたら何、違う人をまた書かないといけないということですか。そうですね、最終的に2人独自の巨人最強オーダーを作っていこうという企画になっています。まあ大体決まるかなと思うんですけどね、きっちりちょっと真面目に、はい、選ばせていただこうと思います。出てくる名前が一緒になっちゃうような気がするんで、僕はちょっと違う視線でいけたらなっていうふうに思うので、清水さんと被らないようにそこだけを頑張りたいなというふうに思います。いや、じゃあ俺もお前にかぶるように行くよ、俺もかぶせられるように考えていくわ、じゃあかぶしてくるようにか趣旨変わってくるからね、そうなるとね。改めてなんですけど、久典さん、清水さんの順番でキャッチャー最強選手から発表してもらえるわけです。第1回希望選択選手ですね、キャッチャー高橋久典軍、阿部慎之助。キャッチャー阿部慎之助。おい、かぶってんじゃん。まあまあ、そこだよな。いや、これはさ、そりゃそうでしょ。だってホームラン400本打って、2000本打って、なおかつ何試合出たの？キャッチャーだけでもすげえ出たんですよね、多分。で、そのプレーした期間も長いでしょ。うん。これで、ね、あんだけの数字残してるわけだから、優勝もしてるしね。まあ、これはもう仕方ないかな。これはもうあれじゃないの。満場一致じゃん、阿部選手。リモートでやってるから、じゃんけんがこれ、あれじゃない、後なしになっちゃったりしない、大丈夫。お前わざと後出すだろ。後出ししようとするだろ。しさを言い訳。いや、それはしさも一緒でしょ。それはするじゃんかよ。はい、じゃんけんお願いします。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。それでは阿部選手は、清水さんが獲得ということで、代わりの選手発表していただいてもよろしいでしょうか。村田さんにします。村田真一さん。ありがとうございます。そうだね、そうだね。続いてですけれども、お二人が選ぶ最強のファースト。絶対かぶる。本当？うん、これはすごいいっぱい、すごいね、すごい選手たくさんいるけど、うん、これはもうかぶるでしょ。俺かぶんないと思う。それはお前かぶせに来てないだろ。いや、行くよ。うん、行くよ。ファースト駒田さん、どう。いや、迷宮会メンバーだし。迷宮会だから、だからファーストすごくたくさんいるじゃんか。うん、だってさ、もういっぱい出てきちゃうから。そう、そうなの、そうなの。僕らの世代のファーストって駒田さんがよく出てたなっていう印象があるから。うん、そうだね。満塁男ね。うん、うん、それではじゃあ清水さん発表お願いします。はい、ファースト王さん。ああ、それはもう間違いない。それはそうでしょ。うん、これもう間違いない。そうでしょ。だって俺かぶるもん絶対これ。清水さん、駒田さんの僕何噂っていうかを聞いたことあるのが、なんかルイ・ヴィトンのバッグを壊してそれでグローブ作ったっていう話を聞いたんだけど、本当？してる？知らねえよ。知ら、初めて聞いたよ。今初めて聞いたよ。嘘、なんかね、そんな話するんだから、全く想像もつかないところからそんな話持ってくんなよ、お前。本当に？そう。
なんかね、誰に聞いたんだけど、なんか、まあ、もちろん練習用よ、中は多分こう取るから、そう、ビトンじゃないけど、うん、外なのかな、まあ、多分ビトンの革で作ったっていう。セカンド発表いただいてます。いきますよ、篠塚さん。あー、俺もいい言って。うん、篠塚さん。なんだよ、日産で来ると思ったの。外すだろう、お前、そこ。いや、日産かなと思ったの、清水さんは。いや、俺、そうだね、だ両方迷って、あ、篠塚さんって言ったね。うん、でも篠さんは、あの、僕ね、実は篠さんファンなんですよ。そう、別に隠してたわけじゃないでしょ。言うタイミングがなかったっていうだけで、なんかずっともったいぶってたみたいな感じの言い方するけど。そう、だからあの6番という数字もまあ好きだったから、なんか篠さんのに憧れたっていうのはあったかな。またね、あの左バッターですげえとこ抜いていくじゃん、うん、あの三遊が、うん、清水さんも篠塚さん、西さんか篠塚さんもどっちかだよね、もう、うん、そうなるんだけど、ただやっぱり篠塚さんがコーチになってからコーチされてる時に見本見せてくれたことがあって、それ見た時に本当にすごい人なんだなって思ったのがあって、こうやって打つんだよってやってくれたことがあったのね。もうそれはもう普通じゃ絶対できないことなのよ、普通のだからティーバッティングとかじゃなくて、あのバッティングピッチャーが投げてくれるボールをサードベース上にライン上に打つみたいな感じの、すっごい綺麗な打球で、あんなこと普通できないんだけど、篠塚さん引退されてコーチになってからもそれまだできたのよ。ってことは現役の時もっとすごかったってことでしょ。あれ見た時、この技はすげえなって思って、それがすごい。あれ出たことある、あのモルツ。ああ、ないない、うん、モルツで篠さんと一緒になった時に、ほんと篠さんマジであの三遊間、やっぱり今でもなんか変わらずキュンっつって三遊間に打っていって、うん、ヒットにしてたのは、ああ生で見れたと思って嬉しい。だって三振は絶対しないって言ってたのね。三振なんかし、三振はしないでおこうと思ったら絶対できるって言って、で確かに俺がね、高校生の時にテレビ中継かラジオ聞いてた時があって、その時にね、その中継の実況の人が、今シーズン篠塚は一個も三振してませんって言ったのよ。7月で、だそれを聞いて、そんなことありましたって言ったら、 あったかなって言ってたから、だから当てることだけ考えたらもう全然できるって。だからすげえんだなって思った記憶があるんだよね。はい、行こうでしょう。はい、じゃあ西さんで。もうここはもういいでしょ。ここはもう、はい、もういいよね、はい、うん、そうだね、そうなるよね。西さん1年生からレギュラーだったのね、上層で、うんうん、んでこの時俺は中2なんだけど、で中2の時から見てる人なの、俺からすると。ああ、なるほどね。だから上層行ってんで、自分がその大学行っても早稲田の西さんを見て、うんうんうん、中学生から見てる伝説的な人というか、そんな感じの人だよね。うん、もうだから子役みたいな感じだ。だからもうずっと見てたでしょ、だって、うんうん、そんな感じ。なるほどね。こっちが勝手に知ってるだけなんだけど、うん、その期間が長い。あの足立由美みたいなもんだね。ああそうだね、そのまま大きくなったみたいな感じよ。うん、うん、じゃあそれでは、ショートの発表をお願いします。ショート、これ絶対かぶんない。はい、河野純喜。子供の頃そうだよね。そう、河野一正さんと河野純喜さんなんだね。でその後にね、河合さんと、うん、岡崎さんで、あと勝呂さんか。そうだね。清水さんも発表お願いします。もうこれもう普通に行くけど、坂本勇人で。そうだよね、そうだね、普通はね、すごいよな、怪我もしないし、怪我しないし、ショートでね、あれだけ打ってんだから、もうだって毎年3割近く打ってさ、ショートで3割打つ人ってそうそういないと思ってたけど、簡単に打ってるもんね、3割はね。ホームラン40発持ってるしね。ね、だからなかなか出てこないよね、もうね。やっぱり勇人はすげえなっていう。うん、すごいね。変えていい？変えてみ。俺でも隼人を変えたら、俺次決まってるからね。誰？河合さん？二岡。あ、二。
2位でしょ、そうでしょ。そうだね。いやもちろん河合さんももちろんそうなんだけど、そうなんだけど。あ、2位はすごかった。2位か、うん。で、隼人かぶったら、2位かなと思ってたよね。そうだ。そっちだったな、俺。サード、果たしてですね。清水さんは、もう分かるでしょ、方だな。分かるでしょ、もう大体。うん、あの方だなと思うんで、うんうん、僕はあえて外してきましたよ。サード、原。うん、まあ、原監督ですね、現。はい。清水さん、お願いします。はい、サードは、長嶋さんね。まあ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 。まあね、まあまあ、これはまあもう、うん、まあしょうがない、しょうがないことかなっていう。まあ、ミスタープロ野球ですからね。でも、原さんはやっぱりね、ホームランだって、400以上打てるよね。で、ずっと4番張られてるんで。そうだよね。だから、まあ、長嶋さんのね、4番サードって、うんうん、原さんだからね。その次でしょ、原さんは、うんうん、僕らの見てる世代はね、やっぱりサード原、ファースト中畑、セカンド篠塚、そういうね、うん、そうだね、時の人だ、うん、僕ら。あ、外野に行かせていただきまして、はい、シュウさんの生まれたレフトのポジションで発表いただければと思います。レフトはですね、張本さん。あー、そうだな。うん、だって3000本よ、3000本だよね。あー、打ってモルツなんて、いまだによ、もう張本さんって80歳ぐらいでしょ、うん、以上でしょ、もういま、うん、だにちゃんとバットにボールが当たってヒットゾーンに何ボール運ぶことができるんですよ、うん、俺あれ見てるのびっくりした。まだだから捉える勘とかっていうのは全然あるんだよね、きっとね。だよね、多分ね、うん、すごいな、伊達にカーッとか言ってないなと思ったあの時清水さん発表お願いします、はい、吉村さん。ああ、なるほどね。でも吉村さんライトのイメージない、そんなことない。いや、レフトなんだよね。で、率が残って、うん、ホームランも打つんだけど、そのホームランもライトだけじゃなくて逆方向を持ったりとか。だって原さんが、吉村さんがあのままいたら4番打ってないってね、原さんおっしゃってますね。だから岡本みたいな感じだったのかな、ね、年齢的にどうだったか分かんないけど、でも3割30本は若い時に打たれてると思うんで、その印象がすごくあって、俺吉村さんかな、ね、確かにそうだ。え、清水さん何年やってるの？1年？2年？一緒に吉村さん3年かな。あ、3年だからね、よくね、食事とか連れてっていただいたよ、まあ当然俺も1年目、2年目、3年目くらいだから、よくね、村瀬さんと吉村さんと行くぞって言われて、はいって言ってよくご馳走していただいてた。続いて、まあ、激戦区ともセンターを発表お願いします。もうこれね、もうこの人しかいない松井さんです。うん、うん、松井です、うん、すごいしかないもんだって。あと、ま、センター誰いるのって感じ。いや、目の前でさ、あんな見せられてるから余計だよね。テレビじゃなくて、うん、自分の目の前であんな感じだったから。だで、絶対ね、4番センター松井がいるわけですよね。で、変わんないじゃん、途中で。うん、あれがすごかったよね。すごかった。あの時の打順って松井さんがいるから、あとなんかね、他それがこううまく決まっていくっていうような、なんかそんな感じだったと思うんですよ、ね、だって松井がいないってことがまずないから。ないもんね。で、その1年間ずっとまじまじ同じチームで動いてるから、見てても変に弱ってるところとかあんまなかったもんね。ない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 、確かに。ずっとあのまんまだもんな。うん、なんか簡単と調子悪い時もいい時もなんか一緒でしょ、別に一喜一憂せずって感じだったもん、ね、そう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 。だからなんか打てない時もあるんだろうけど、なんかこっちがなんかこっちまでなんかこう伝わるような感じの仕草とかしないもんね。なかったなかった。だから余計あんな感じだから、ヤンキース行って松井さんがポストシーズンでホーム帰ってきたから、そうですね、あん時うわ松井さんでもあんなんだと思ったな。だって最後の年なんかも普通だったもんね、淡々とというか、うん、ホームラン打ってもそうじゃなくても
派手なガッツポーズはそんなしないもんね。そうだね。ゴールデンでしょ。清水さんが獲得されました。はい、いや、俺じゃタフィーローズかな。あー、そっちか。うん。俺クロマティーかと思ったけどね。あ、クロマティーだ。あ、クロマティーだ。それはまあ後出しだろ。まあ後出しだろ。それでクロマティー。俺決まったから言ったのに、俺あえて言わなかったんだけど。クロマティー、クロマティー。いや、クロマティー、クロマティー。タフィーローズなし、クロマティー、クロマティー。そうでしょ、でも。そうでしょ。うん、そうそうそう。最強助っ人だよ、巨人のね。クロマティーで。それでは、改めてライトのポジション発表です。ライト。まあこれもね、多分まずシムさんと一緒だと思うんだけど、まあ吉野部ですね。はい、吉野部です。はい、うん、はい、他に誰がいるのかなっていう。でも吉野部の守備とかやっぱ上手かったもんな。それほどやっぱお二人にとってもこう吉野部さんではちょっと別格の存在って感覚なんですかね。あ、でも学生の時から知ってたんでしょ。すごかった、すげえのは。一番初めに大学時代に、まあ高校で初めて対戦したんだけど、大学でね、あの、まあ、打つのはすごいじゃないですか、天才だなと思う。あのね、守備がマジでうまかった。慶応に高橋由伸っていうすごい選手がいるっていうのは聞いたことあったんだけど、うん、あんまり試合とかその出てこないというか、オープン戦とかでも、うん、で、まあ、たまたま俺らの時には出なかったのか分かんないけど、うん、あとは日米とかさ、ユニバーシアードとか国際大会とかあるでしょ、うん、ああいう時もすげえんだって言うんだけど来ないのよ、うん、で俺会ったことなくて、だから高橋由伸ってすげえすげえとは聞くんだけど、俺からしたら見たことないわけよ。があの大学時代本当はいねえんじゃねえかみたいな、カッパとかと一緒なんじゃねえのかみたいな。でもプロ入ってきたらさあすげえなって、あ、このこと言ってたんだなと思ったよね。そうだね。それ具体的にはどういったところがすごいって感じですか。いやいや、もう全部ですよね。打つのもそうだし、うん、守るのも当然すごいし、ただでもね、俺一番雰囲気かな。あー、まあね、なんかその全体的なね、ところでスタイルもいいしね、なんか、うん、なんかその雰囲気があるかなとは最初から、うんうんうん、まああの松井さんとはちょっと違うスター性を持ってるよね、吉野もね。大学2年生の時に駒大の球場でやったんですよ、グラウンドで。で宇宙間に飛んだ打球を吉村ライトでバーって追っかけてって、バーってあの飛び込んで取れなかったのね。ワンバンして自分のグローブの上を越えようとしたボールを素手でボンッと叩き落としたの。で一塁で止めたのよ。うわ、こいつすげえなーと思って、漫画のなんか世界みたいな感じの守備をしたの。あ、びっくりしたよ。うわ、すげえ高橋由伸ってと思った。あれ、これ天才だなと思ったね。努力もすごいしてたけど、多分あんまり教わってなくてできてるよね。そうだね。やっぱり。はい。じゃあ、亀ですね。亀ちゃん、亀入りいきます。亀。はい。あの、入ってきた時に、だからいい選手入ってきたなと思ってて、ね、バランス良くて、面白いなと思って見てたけどね。それでは久保さんの方が先発中継ぎ抑え発表していただいてもよろしいでしょうか。はい、まず先発いきます。斉藤正樹さん。あ、中継ぎ山口哲也。あ、抑え宮田さん。八時半の男ね。八時半の男。これは被んないでしょ、清水さん。どう。いやでも同じこと考えてんな。先発が斉藤正樹さん。あー、やっぱりか。で、中継ぎが宇津さん、山口。あー、そうか、やっぱりな。で、抑え上原。あ、そっちね。先発でお二人とも、まあ、名だたる名投手いっぱいいらっしゃいますけど、斉藤さんなんですね。これでも斉藤さん目の前で見てるのもあるよね、でもね。うん、僕があの1年目の時怪我で斉藤さんいなかったよね。で、夏ぐらいに出てきて1打席目にホームラン打って、その試合勝ったのよ。打つのもすごかったから。そうだね、タフだし。で、斉藤さんの体後ろから見ると右の後背筋すんげえでかいの知ってる。分厚いよな、体がな。すげえもうボコーンってなってて、ふわ、これがやっぱりタフの要因だなと思いながら。中継ぎはお二人とも山口投手。
すごかった、本当すごかった。もう出てきたらもう必ず抑えるし、タフだし、60試合を以上を何年だっけ、なんか7年か8年続けたんでしょ確か。あれもすごいよねっていう、それだけで何試合投げてんだっていう。何件っぽい。サムさん、ちょっとお二人選び直していただいてもよろしいでしょうか。いっぱいいるでしょ、でも。うん、まあ先発は侍陣にしようかな。あ見たこともないし、わかんないんだけど、だってあれだけ名前が残るってことは、とんでもないピッチャーだったんだろうっていうのはわかるよね。そうだね、あとだから金田さんとかね。あ、金田さん変える変えるんじゃないこれ。金田さんもいるんだね。いやでもやっぱり沢村栄治で、沢村栄治さんだね。中継ぎはいかがでしょうか。中継ぎだ、誰がいんのかな。香取さん。あ、香取さんもタフだったよね。で、香取さんのすごいとこって、香取さんって地肩がめちゃくちゃ強くて、もう50、俺は現役の時50近かったのに、普通に遠投俺より投げれるっていう、すごかったよ。全然キャッチボールなんかしなくていいって言ってたもんね。そうそうそう、すぐ投げれるよ、すぐゲームだって。うん、メンバーなんですけど、改めていかがでしょうか。まあ出てくるメンバーは大体同じですよね、結局はね。うん、そうだね。はい、ということでですね、ここ何回か清水さんをお迎えしてですね、いろんなお話もできましたし、まあこうやってね、ドラフトみたいなのもやったんで、まあ清水さんのちょっといいとこ出たと思うんですけど、どうですか清水さん、どう？いいとこってそれはでも、お前がそうやって評価してくれてるだけだろそれは出てたかどうかわかんないよ。それは全然全くわからないんだけどね。まあ清水さんのね、いいとこが出たよっていう人はですね、ぜひね、チャンネル登録とコメントと、まあね、高評価のいいねをね、ぜひお願いしたいなというふうに思います。どうもありがとうございました。